行政院は26日に10月下旬にギランで発生した台湾の特急列車脱線転覆事故の初期報告を発表しました。カーブに入った時速度超過だったので列車が横転した事故原因は速度超過カーブを通過する際時速を75キロ超えてはいけませんがその時列車のスピードは141キロでした。 コンプレッサーに異常があったので運転士は対応に追われた事故を起こした列車は今年5月からコンプレッサーに異常が複数回発生しましたが引き続き運行していましたその結果大事故を引き起こしましたそれに自動列車防護装置 ATP の遠隔監視機能が働かなかったことも原因の一つとされています 台湾鉄道は研修の際、この問題に気がつかなかったため、速度が超過しても警告音が出ませんでした。